おはようございます。釣りこう TV です。エバーグリーンの新しい、カバージグ、カバークリーパー、これがね、釣り具屋さんに並んでいたので、早速、2つ買ってきてみました。ね、ちょっと試しに1つ買おうかなと思ったんですけど、結構魅力的なサイズがいろいろ売っていて、まずこっちはね、5.8g でクローフィッシュっていうね、ちょっと重めのやつ。これとあとね、よく使うぐらいの重さっていうか、2.8g でグリーンパンプキンチャートっていうね、裏側がこういうちょっと特徴的な、これちょっとね2個買っとこうと思ってですね、サイズ違いなんですけども、買ってみたんで早速、見ていきたいと思います。せっかくなんでこうありつつ特徴ねいろいろ書いてあるんで。ていきたいと思います。カバークリーパー、カバーに忍び寄るバイト誘発型コンパクトジグ、ジグ番長の、菊本プロプロデュースの並外れたスナックレス性能だけでなく、ここぞというピンスポットでは効果的に誘いをかけることを可能とする適度なスタック感を併せ持つ。ヘビーカバーのスレバスをバイトさせる力が凄まじい一口サイズのカバージグで、いろいろなポイントがあるんですけど、じゃあねちょっと1個開けてね、そのポイントを見ていこうかなと思うんですが、カチッとしたねパッケージに入っておりまして、おすごいね。でねこれね1個ね680円、ちょっとねお高いんですよ。でお高いからかこうダブルでね梱包されてますね。なんか高級な感じというか、これを出してさらにこれを出すっていう、こういう感じになってるんですよ。これはねすごいちょっと高くて納得っていうぐらいなんかね作り込まれてるんじゃないかな。これはねちょっとお高めですが、それだけのいろいろな感じのものを詰め込んでくれてる風ですよ。じゃあね早速どんな特徴があるか見ていきたいと思いますが、まずこのガードね、カバー回避性能とフッキング性能を両立したブラシガードで、サイズグラムと、フェコ認定マークを刻印されたこのヘッドの重り部分、これ重さこのね一番根元のここにね、5.8g ってね書いてありますね。これでなんだっけなってこういっぱい一緒にジグ持ってて、こうジグ箱に入れていてなんだっけなってなった時はここの根元を見ると重さがすぐ分かるようになっているということですね。であとねヘビーカバー対応の中太軸フック、結構ねこのフックがでフッ素加工されてますね。でちょっとね太めのフック、ただね特殊な加工をねツルツル加工されているんで、スクッとパスの口に刺さるんじゃないかなってのを期待できそうなこの針。あとは、横倒れしにくい幅広低重心の樹脂タングステンヘッド、これが樹脂タングステンヘッドですね。ここら辺の金額だとD ジグのねこういう系だとねより硬いすごいねコンパクトなやつ使われてるんですけど、そこまでは680円ですけどいってないですね。樹脂タングステンヘッドということで、ただ横倒れしづらいということで、今ポンと置いてもね結構ね上を素直に向いてくれるので、この形がね特徴的な形が不意なこう横倒れとかを折りき上がりこぼしみたいにこう常に針が上向くようになってますね。これによって根がかりとかしづらくなるんじゃないでしょうか。でこのね結構すごいねフレア感最高のこのラバーも書いてありますね。立体感とフレア一時差により、生物感を譲り出す短中長の、3段カットシリコンラバーっていうことで、これ結構ねラバーのカットがね3段階になっていて、だからこのすごいね、丁寧に刈り込まれたっていうのがね、もうこれを開けた瞬間にね分かるんですけど、こんな感じのね、まあ、ランダムカットで、まあ、短いのと中くらいのと長いのこれをバランスよく配合しているよというような、こんな感じのねスモーラバーになってます。あーでこれ嬉しいな、このねこれもポイントで書いてあるんですね。トレーラーの保持力に優れるワイヤーキーパー、ここがねこの感じのワイヤーキーパーで、ほんとね不用意にそこまでぶっ壊れない、ワームをぶっ壊さないような絶妙なね、結構一発かかれば保持はすごいちゃんとしてくれそうなんだけども、ワームに優しい感じのねこの針金部分、これによってズレを防止するよっていうことでついてますね。このサイズ感はちょっと嬉しいかもしれない。こうね、これにさらに、まあねアントライオンとかねエバーグリーンのああいったのをつけるのが主流なんでしょうけども、まあ、多分自分の場合好きなディトレーターとかね、あとは最近出た羽生くんのとこのあれなんだっけな、シェイクローだ、シェイクローつけてみたりとか、まあちょっとねトレーラーいろんなものねつけてね試してみようかななんていうふうに思うので、これねとりあえずその具としてね、まずは最近だとねこの手のだとあれですね、エグ玉なんてのもね出てますんで、まあそこら辺の全部いろいろねこういうの出たらとりあえずは買ってみているので、まあ、使い分け、こんな時はこっちの方がいいんじゃないかな、こんな時はこうなのかなと、本当微妙な差だとは思うんですけど、そこら辺とかお伝えしていければななんて思うんですけども、まあ、特徴的なのはここら辺カバージグって言われるだけあって、結構ねガードの本数なんかも何本かな、6本ぐらいのね6本ぐらいのこのガードで結構ねしっかりねこの針を守ってくれているね。だからまあちょっとね、でこれ 5g 買ったっていうのはちょっとベイトフィネスみたいな竿ね、ちょっと針のある竿でベイトで使いたいなと思ってですね、こっちはね買ったので、そういうのにねコンパクトシルエットなねトレーラーをつけて、でまあリザーバーのややこしいカバーとかにね投げ込んでいこうかな。で結構この手のやつ 4.5g とかまでよく売ってるんですよね。で今回ねこれね見たらおよそもう 6g 近い 5.8g ってね、これだってたらちょっとあれここ入ってほしいけど重さ足んなくて入らないなとか、この枝スルスルってもう一段落ちてほしいななんていう時も結構スムーズにね送り込めるんじゃないかなと思ってね、この 5.8g っていうのを買ってみました。あとはね、まあ普段使いでよく使うこのちょっと軽めのやつね、こんな感じで買ってみたので、まあ実際に釣り場でね、カバークリーパーこんな感じのカバーね使いやすかったですとか、頭のカメラでですね、ご案内していければななんていうふうに考えております。まあ一応どうですかね、これ 5.8g 表記でいろいろなこの毛とかなんだりがついてちょっと重さ変わるのかな、一応ね重さ単体での重さを測っておきたいと思います。エバーグリーンのカバークリーパー、これは 5.8g 表記のやつでしたが、なかなかですね、まあいろいろガードとか、あとはまあこのカバーついてますけども、そうですね、この毛とか抜きでヘッドの重さで多分表記されてると思うので、これ全体でいくと 7g、 7.1 って今表記されてますけどね、およそね表記より 1g ぐらいは重くなっているみたいなので、まあそこら辺なんかもね、あとこれに、まあ、トレーラーワームつけるとそれが多分 3g とかね 2.5g とかいろいろあるとは思うんですけども、だからおよそ 10g ぐらいにはなるんでね、ほんといろんなタックルで投げやすいんじゃないかななんて思うんでね、ちょっと、これから冬場のね、ただ冬場でそういうカバーに残っているバスって得てしてね超体力のある昆布との個体がいることが多いですからね、そういうちょっともう寒いんだけどなっていうところ一発勝負でね、これをねちょっとねカバーに打ち込んでみようかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はエバーグリーンから新しく出たですねカバージグですね、カバークリーパー、これをね、1つじゃない2つ買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。